令和6年度、出雲市保育所入所についてのご案内。出雲市内の認可保育所、認定こども園の保育所部分、小規模保育事業施設の入所申し込みについてご説明します。出雲市保育所入所の手引、令和6年度版と合わせてご覧ください。保育所の利用を希望する場合、保育を必要とする認定を受ける必要があります。この認定は子供の年齢、保育の必要性の有無で異なります。それにより申し込み先が変わり、幼稚園や認定こども園の幼稚園部分か保育所か認定こども園の保育所部分かになります。それぞれの施設を利用できる時間も変わります。保育所や認定こども園の保育所部分の利用可能時間は、保育標準時間の11時間と、保育短時間の8時間と2種類あります。1号認定の幼稚園認定こども園の幼稚園部分の申し込み先は、各幼稚園や認定こども園です。2号認定や3号認定でも、認可外保育所とも言われる、企業主導型保育所、院内保育所、認定保育所は、それぞれの施設が申し込み先です。認可保育所や認定こども園の保育所部分、小規模保育事業施設に申し込みする場合、申し込み先は出雲市です。ここでは、この申し込み手続きについてご説明します。保育所を利用できる事由と期間はご覧の通りです。保護者が保育を必要とする事由のいずれかに該当し、児童を保育することが困難な場合、認定を受けることができます。就労は月48時間以上の場合を言いますが、雇用期間が無期限の場合、最長で児童の小学校就学まで保育認定を受けることができます。出産を理由とする産前産後は、出産予定日の前後8週の月の初日から月末まで保育認定を受けることができます。出生日により認定終了日が変わる場合がある点にご注意ください。休職活動は、活動開始日から90日を経過する日の月末まで保育認定を受けることができます。就学、職業訓練は、卒業や修了する月の月末まで保育認定を受けることができます。親族の介護、看護は、介護や看護の必要がなくなるまで保育認定を受けることができます。疾病、負傷、障害は、療養の必要がなくなるまで保育認定を受けることができます。その他、児童虐待や DV、災害復旧の事由なども保育認定が認められます。認定を受けるためには申請書の提出が必要ですが、出雲市では保育所入所申込書が認定申請書も兼ねているため、改めて別に提出いただく必要はありません。保育を必要とする事由それぞれに保育必要料が決められています。例えば、月48時間以上の就労では、月120時間以上の就労時間があれば、保育標準時間。120時間未満の就労時間の場合は、保育短時間としています。このように、月の時間数が120時間以上あるかないかで、保育標準時間か保育短時間かが変わってくる事由には、親族の介護や看護、就学、職業訓練があります。この他の事由は表の通りです。保育標準時間と保育短時間の利用イメージとしては、例えば保育所の開所時間が朝7時30分から夕方6時30分までで、保育短時間は朝8時30分から夕方4時30分までの保育所の場合、保育標準時間認定の人は、朝7時30分から夕方6時30分までの11時間の利用が認められており、
その後、1時間の延長も追加料金はかかりますが、認められています。また、保育短時間の場合、朝8時30分から夕方4時30分までの8時間が利用時間ですので、朝7時30分からの1時間、あるいは夕方4時30分から閉園する夜7時30分までの利用は延長料金がかかることになります。各保育所の開所時間や保育短時間の時間帯は、手引き13ページから14ページの出雲市保育所一覧表でご確認ください。保育所入所の流れについてご説明します。まず、申し込みの準備をしましょう。具体的には、気になる保育所に直接連絡して見学などをしてみましょう。また、申し込み書類を市役所窓口か出雲市ホームページからのダウンロードで受け取り、必要書類を準備したり、記入をしておきましょう。希望保育所の参考に、入所可能状況を窓口や出雲市ホームページで公開しています。申し込み期間に必要書類を提出して申し込みをした後、入所審査の選考を行い、結果を毎月20日から22日頃に郵便でお知らせします。保育所が決まらなかった場合、申し込み取り下げのご希望がない限り、入所希望期間の審査は続けて行います。入所を希望する保育所を変更したい場合、保育所入所希望変更届を提出してください。保育所の入所が内定した場合、内定した保育所で面接を実施しますので、ご自分で保育所へ連絡してください。保育所での面接や医師の判断により、集団生活が難しいと判断されたときは、内定取り消しとなる場合があります。保育所の入所日から2週間程度は慣らし保育を行いますので、保育時間が短くなります。慣らし保育の期間や時間は保育所によって異なります。入所された月の中旬頃に保育料の決定通知書や認定証をお送りします。令和6年度の保育所申し込み受付日程は次の通りです。一次募集から三次募集の期間中は、本庁のみ来庁日時を指定する予約受付を行います。混雑を避けるため、ご理解とご協力をお願いします。予約の受付は画面上の URL または QR コードから保育所入所1時から3時募集予約受付についてをクリックし、受付マニュアルに沿ってご希望の日時を選んでご来庁ください。予約なしでも受付しますが、窓口状況によってはお待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。令和6年度5月入所以降の申し込み受付日程は次の通りです。入所可能状況とは、年齢別の受け入れ見込みについて保育所別に表記したものです。3次募集終了後の予約申し込みは、入所希望月に関わらず、各月の受付期間中に申し込むことができます。